5月14日に閉鎖されるそうですが、奇跡の一本松に行く途中にある、三原市内にやってきました。これが、コンベア運ぶ、ベルトコンベアでご用意します。こっち方面、これが奇跡の一本松です。ちょっとコンベアに隠れて見えないです。街があったのはこっちで、もう本当に大きく流されているところに今はどんどん盛り土がされているという状況です。やっぱりコンベヤーがもういっぱいどんどん増えています。で、こうやって話しないで皆さんここから来るように止まって一本まで行ってあります。こちらは高台、高町だ。この橋も震災で流されて5キロぐらい迂回しなくちゃいけなかったのが震災1ヶ月半後に来た頃でした。